はい、どうもぼっちです。今回は神楽天モバイル期間限定ポイント楽天ふるさと納税で住民税5000円節税できた件やっていきたいと思います。まず自己紹介ですが、名前はぼっちと言います。年齢は40歳です。大学新卒から17年間自社の IT 企業でサラリーマンとして勤務し、2020年39歳の時に独立起業。現在は一人 IT 企業を経営中です。家族構成は奥様39歳、長男11歳、次男7歳の4人家族となります。このチャンネルでは、それまでは金融リテラシーが皆無だった会社員が独立起業をきっかけに老後資金、教育資金について不安を感じ、節約、貯蓄、投資について真剣に考えるようになり、実際に行動した結果を皆さんに共有できればと考えています。本題に入る前にご注意事項です。このチャンネルでは、私ぼっちが投資運用している金融商品などを紹介していますが、特定の金融商品などの購入を促す意図はありません。投資はあくまで自己責任で行っていただきますようお願いいたします。それでは本日のお品書きです。まず本日の結論をお伝えさせていただき、なぜ楽天モバイルを検討することになったのか、どうやって期間限定ポイントをゲットしたのか、どうやって住民税5000円を節税したのか、最後にまとめをお伝えさせていただければと思います。それでは本日もよろしくお願いします。早速本日の結論です。私は長男の携帯買い替え時にキャリアとして楽天モバイルを選択し、私の楽天 ID 名義で端末購入プラスプラン契約することで期間限定ポイントを2万5000ポイントゲットし、ゲットした期間限定ポイント2万5000ポイントを楽天ふるさと納税で使用し、来年度の住民税が2万5000円節税できました。端末一括購入代金が2万円だったので、差額の5000円分、端末が新しくなった上に基本料金が下がり、なおかつ節税できたことになります。このことについて詳しく解説していきます。まずはなぜ楽天モバイルを検討することになったのかについてお伝えします。もともと私ぼっちとぼっち長男は au ユーザーでした。私はギガ数上限なしのプランで月8000円から9000円くらい、長男はキズ携帯で月2500円くらい、合計で1万円以上かかっていました。私の方は au の格安プランであるポボが登場したので、そちらに乗り換えることにしましたが、長男は5年生になってスマホが欲しいと言っており、またキッズ携帯の電波が来年春に止まってしまうのでどうしようかなと悩んでいました。スマホが欲しいと言ってもまだ小学生ですので、スペック、速度などはあまり必要なく、低スペックで極力初期費用、ランニングコストを抑えられるキャリア、端末を探していたところ、楽天のキャンペーンで端末代2万円に対してポイントバックが2万5000ポイント、あれ ?5000 ポイント分得してない?という驚きのキャンペーンを発見し、こちらを最有力候補で検討することにしました。私が狙っていた端末は楽天ハンドという端末で、楽天ハンド購入プラス楽天アンリミテッド同時契約で期間限定ポイントが最大24,999 ポイントバックされるというキャンペーンの適用を狙っていました。こちらのキャンペーンが適用されるには、私名義で初めての契約で回線開通後楽天リンクを使用して通話という条件がありますが、私自身の携帯は au 契約なので、子供の携帯を私名義で契約しても適用条件からは外れません。私としては楽天モバイルとは初めての契約になります。いざ契約と思っていたのですが、ウェブでもリアル路面店舗でも端末が品切れでどうしたもんかなと思っていたのですが、
なんと近隣のショッピングセンターに入っているリアル店舗を覗いたところ、偶然にもブラックが3台入荷している。まだ検討中の段階ではあったのですが、何かの縁だと思い契約することにしました。キャンペーン条件等をしっかり確認し、所定のポイントが付与されることを確認しサインしました。後日無事24,999ポイント、期間限定ポイントが付与されました。こうして無事期間限定ポイントを25,000ポイントゲットしたわけですが、ところで皆さん、期間限定ポイントってどう使うべきか悩みませんか？楽天証券で投資の原資に使えると最高なんですが、それはできませんし、かといって楽天市場やリアル店舗でそんなに欲しいものもないので、いらないものを買いたくもないですし、私も悩んでいたのですが、最近楽天ふるさと納税を勉強し、楽天ふるさと納税は期間限定ポイント使用分も来年の住民税の全納として認められ、なおかつ返礼品もいただけるということで、これは最高だということで、楽天ふるさと納税で期間限定ポイント25,000ポイント分を消化することにしました。私は秋以降に定期的にお米が届く返礼品に寄付しました。今から返礼品と来年度の住民税が減税されるのが楽しみです。なお、付与および使用した期間限定ポイントは25,000ポイントですが、端末代金として2万円支払っているので、楽天モバイルと契約して純粋に減税できた分は5,000円となります。それでは本日のまとめです。携帯電話の料金は毎月かかる固定費なので、キャリアプランを一度見直すとずっと節約効果が続くので、ぜひやりましょう。実際ぼっち家でもぼっちプラス長男の分を見直したことで、7,000円ほど毎月の携帯代金が安くなりました。楽天経済圏の人であれば、楽天モバイルに乗り換えることで端末代金以上の期間限定ポイントが付与される可能性があるので、ぜひキャンペーンを活用しましょう。ぼっち長男は端末代金2万円に対して25,000ポイントが付与されました。期間限定ポイントは使い道が限られますが、特に欲しいものがないのであれば、楽天ふるさと納税で活用し、住民税を節税するのがおすすめです。私の場合、今回の取り組みで5,000円は完全に節税できました。最後にコーヒーブレイクです。我が家の子供たちがスキーにはまっています。もともと私も嫁殿もスノボをやっていまして、独身時代はよくスノボに行っていました。子供も育ってきてスキーに連れて行ったらドハマりしまして、今では2人とも大好きなスポーツになったようです。スキー用具などはもちろん、メルカリで中古品を買って節約しています。子供はすぐに育ってすぐに履けなくなってしまいますので、中古で十分ですね。このチャンネルでは引き続き40歳のリアルな投資の実態、皆さんに使っていただけそうな情報を発信していきます。もしよろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回またお会いしましょう。ではまた。